ロニー・アッカーマンは、ドイツ、チューリンゲン州、バート・ザルズンゲ出身のノルディック複合選手。アッカーマンは5歳の時スキーを始め、2年後にスキージャンプを始めた。2004年からローナー WSV ラームバックに所属している。ノルディック複合ワールドカップで通算3度の総合優勝を記録している。通算27勝は歴代2位。アッカーマンは、 ノルディックスキー世界選手権で通算9個ものメダルを獲得している。その内訳は金メダル4個、銀メダル4個、銅メダル1個。個人では世界選手権史上初の3連覇を達成した。またオリンピックでは合計3個の銀メダルを獲得した。伝統あるホルメンコーレンスキー大会で通算3回優勝し、2003年にはホルメンコーレンメダルを フェリックス・ゴットバルトと共に受賞した。2005年にはドイツのスポーツマン・オブ・ザ・イヤーを受賞した。ありがとうございます。